みんな早く行こう。今行く。はい。こんな平和な一日、ほんと久しぶりだな。ニヤしちゃって、いつかあの頃は楽しかったなーなんて思い出す日が来るのかなって。あの時ああすればよかった、こうすればよかったって後悔してたりして。何突然どうしたの？ふと思っただけ。将来のこととか、これから自分で決めなきゃいけないこととか、いろいろあるでしょ。まあね、自分が選ぼうとしている道が正しいのか、未来にならないと分かんないしね。それでいいと思います。ん？何が？分からないことがいいと思うんです。迷わず行けよ、行けば分かるさ。有名なお坊さんの言葉です。なんか親父臭いな。でもいいかも。アリサはきっとずっと変わらないよね。私たちの絆もずっと変わりません。20年後にみんなでまたここに来よ。はい。20年後か。その頃どうなってるかな、私たち。まず間違いなくおばさんになってるね。そりゃそうだ。あ、もしかしたらシャオはあの人と結婚してたりして。あの人って誰のこと？とぼけちゃって、ご想像にお任せします。こら誰？内緒。あ、見てください、虹です。ほんとだよし、次行くよ。ところで、さっきのあの人って誰ですか？ギク。もういいよ。待ってよ。どんなことが待っているやら。迷わず行けよ、行けばわかるさ。